そのサウナまた行ってきたのよ、うん、でサンプルの高崎でさ、うん、そのキューバンガレートの中村いいの それだってサンプルの高崎はもうサウナ出禁になったんやないの出禁になったのよ俺は、うん、俺一回出禁にしたんだけど、うん、まあ、あいつ行きたいって言うから、うん、まあその熱意を褒めてやろうということで、うん、連れてってあげたの、うん、で新しいとこ行ったのよ今まで行ったことないところああなるほどねそうそうそこに行ってさ、うん、ゴールがその整うこと、うん、要はそうやなサウナ行くときはそうサウナ入って水風呂入って最後休憩するときに頭がグワングワーってなって、うん、気持ちいいってなる瞬間、うん、これがやりたくて俺らはもう割と高いけど払って行ってんのよ、うん、でその日行ったらさちょっとぬるいなみたいなあったのサウナがサウナが、うん、あれと思ってでまあ入って、まあ、いつも言ったら10分入ったの、うん、でガッて出て水風呂入るのよそしたら水風呂もう寒いのよ、うん、サウナ室があったかくないから、うんあなんだこれってなってでそのなんか2セット目行きますよ、うん、2セット目行くじゃない2セット目行ったらやっぱりぬるいなみたいな感じじゃん、うん、これどうするみたいになってみんながもう言わないよ言わないけどもういつもだったらマジ気持ちいいな今日やばいななのよ感想会とかあるんだけど、うん、それがもう全然もうみんな無言、うん、なってんだよだからそしたら3セット目もうみんなおのおのなんか行き始めた俺はまずお風呂に入ったんだよ、うん、お風呂に入って温めてめっちゃ体熱くしてからサウナ室入ったのよ、うんで他のやつらはまあちょっとサウナ長めに入るのか分かんないけど、うん、俺はもう見てないからもうとりあえず入ってであー結構きついなってなってでもうみんなもこう入ってきて、うん、こうみんなこう順番入るんだけど俺が最初に入って、うん、もう熱くなってるから最初にバーンって出たの、うん、で水風呂入って座ったらあー気持ちいいわってなって、うん、あよかったと思ってこう気持ちいいってなってたらサンプルの高崎がね、うん、ゆっくり入ってきたのこうやって、うん、で水風呂の中バシャーンって入ったのよ、うんそれじゃああいつの中で足りないと思ったのかもう俺気持ちよくなってるんだよ気持ちよくなってうっすらこうなってる中で高崎がね本当これもうやばいんだけどあいつ、うん、あの水ぶくれでバシャーンって入ったじゃん自分の頭をこうやって水の中グワーって掴み始めて整うように整え言うてちょっとこうやってやり始めてさ、うん、要はそのなんか俺もなんでそれやったのか分かんないんだけどその水風呂に顔面ぶち込んでそのあのなんていうの貸し状態みたいに行こうとしてたの、うん、それ整うとかな俺も分かんないでも全員が完全に整ってなかったの、うん、ドゥーッ俺はもう気持ちよくなってるだから金髪の男がさその溺れてんのよ、うん、でそれ上がってさなんか座られるんだけどお前ちょっと高崎来いっつってあまた怒られるああ怒られるお前いい加減にしろよっつってなんでそう各々のじゃないのその毎回さその怒られちゃうくらいマナー守れよお前っつって